にちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は、生体日に厚くおのずから散りなしです。青い苔が日に日に厚くなり、清らかさを増して塵のない様を言います。修行によって素質が熟し、妄念の起こらない清らかな心の状態を言います。テーマから、生体日に厚くおのずから塵なしを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。